ございます。先週はですねこの番組ですね、はい、あのゲーム攻略講座ということでいろんなゲームの攻略を教わりましたけれども、成果はどうですか？成果バッチリ、ゲームセンター行きました。あのレイブレーサーはいいですね、まあ、あれねいいし、ね、そしてさらに長蛇の列ができてるよね、でですね、今週もですね夏休みゲーム講座第2弾ということで、はい、今やですねゲームのグラフィックには欠かせない要素になりました、はい、ポリゴン、ね、このポリゴンって一体何なのか、本当に懐かしいゲームを紐解いて、でさらにいろいろですね、このポリゴンを課題に研究していこうと思ってます。なんか夏休みの課題学習みたいですね。で今日はですねそのポリゴンゲームにとても詳しいですね、はい、ローリング内澤さんに来てもらってます。ひろこちゃん、いやいや今日は先生ですから、はい、で今日はですね、はい、ポリゴンのその情報だけじゃなくて、うん、最新のですねポリゴンを使ったスポーツゲームなんかも紹介したいと思います。だから今日のゲーム方を見るともうポリゴンゲームの歴史から、最新ポリゴンゲーム、ポリゴンゲームの作り方までもうなんていうの、これを覚えるだけでねゲームをプレイするだけじゃなくていろんな角度から楽しめるようになると思いますよ。はい、その前にこちらのコーナーです。魔王復活を阻止するのが目的のアクションゲーム。主人公は各ステージに待ち受けるボスを倒すと、そのボスの力を吸収してパワーアップしていくよ。使ったトローリングと陸の上からするフィッシングの2種類が楽しめる釣りゲーム。トローリングではストーリーに沿ったモードも楽しめるよ。スライム状の物体に変えられてしまった主人公を操作し、悪徳企業に立ち向かうアクションゲーム。自分の体をいろいろな形に変化させ罠を突破しよう。人気の脱衣麻雀ゲームファイナルロマンス2の移植版。勝つと拝める女の子のグラフィックはもちろん、アイテムが使える点も完全に再現されているよ。ズモ、もう最低。近未来のネットワーク空間を舞台にサソリ型のロボットなどが熱い戦いを繰り広げる対戦格闘アクションゲーム。視点変更や対戦リプレイ機能もあるよ。馬2頭と1億円を元手に過去の名馬を超える競走馬を育成するのが目的のシミュレーションゲーム。馬名や騎手名は全て実名で登場するんだよ。ゲー方は見てためになる、聞いてためになるポリゴン講座。ソフトハウスの潜入レポートもあるよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さて、今週の特集はポリゴン、はい、ね、はい、でこのポリゴンという言葉はこの番組の中にもちょくちょく出てくるんですけれども、サリナ、はい、どういう意味だか分かりますか？国の名前。ああ、メキシコの東の方にある。なんかよくわかる、聞いたことない。オレゴン。じゃあ。じゃあ。はい、この番組始まって数ヶ月の間、サリナは意味わからず流してました。ですね、一応ですね、あのポリゴンについていろんな角度から見ていこうと思うんですけども、ひろこちゃんも呆れてる場合じゃなくて、まずは歴史ということで、そんなポリゴンゲームの始まりから見ていきましょう。最初ですね、これスターブレードというナムコのですねゲームなんですけども、アーケードゲームでもともと出たゲームです。で要はアーケード、要はゲームセンターで、出たゲームの中で、まあポリゴン使われた、まあ最初の方の初期の作品なんですけども、あとこの他にもですね、車のゲームとか、ハードドライビングというですね、ゲームとかありました。でこれがですね、
バーチャレーシング、セガです、これもゲームセンターのですね結構初期の方に出たポリゴンのゲームですね。もう随分前ですよね、これ学生の時だもん、ね、そうですよね。今見たらなんか最近買ったけど、なんかセガ対ナムコ その技術戦争みたいな感じもしましたけどね、当時は。で次ですね、これスターフォックス任天堂です、これはですねスーパーファミコン初のポリゴンゲームです。そうそう、ポリゴンが表示できるチップかなんかを初めて使ったんですよこれね。 FX チップっていうんですけども、スターフォックスの他にですねワイルドトラックスという同じく任天堂の車のゲームもありました。これも出た時は斬新。次ですね、これパソコンゲームです、アローインザダークというゲームです。これですねプレイス、ごめんなさい、プレイステーションじゃなくて、3DO でですね、出てます。アローインザダークというゲームです。これはパソコンのゲームなんですけども、怖いんですよ、結構パソコンの方ではですね、その家庭用よりも前にですねポリゴンのゲームがいろいろ作られてたということです。でポリゴンってなんまだ徐々に分かるように、サリナにはいきなり毒だから、はいね、ゆっくり分かるようにしますけど、まあ歴史だけ見てもそうなんですけど、面白いのがね、さっきスターフォックスって、割と最近のゲームじゃない、あのね、家庭用のゲームでポリゴンが使われたのって、まだたった2年前ぐらいなんですね。そうですね、ポリゴン使う利点っていうのは、要は視点を自由に変えられるっていうのが最大の利点なんですよ。ですから、今までドット絵だと、例えばその横向いた絵とか、後ろ向いた絵とかを何枚も描いて、それをこうやって繰り返し繰り返し使ってるんですね。でも、ポリゴンの場合は全て計算でやってくれますんで、例えばその立体感がよく持ち出されるというか、ほいじゃあですね、そんな、ポリゴンの利点もちょっとかじったところで、バーチャファイターですね、これセガサターンですよね。要は次世代ゲーム、もう今も新世代ゲームですね、新世代ゲーム、出現によって、いろんなポリゴンゲームが出てきたと、複雑な動きもできるようになりました ね、 ね、その高が、10年弱前のスターブレードなんかよりもすでに動きも色もいいですもんね。そうですね、しがみらかに動くし、でこれプレイステーション版のこれリッチレーサーですね。バーチャファイターと違ってこれテクスチャーマッピングって言いまして、要はポリゴンの板にですねいろいろ写真を貼り付けてですね、それなりの何ですか、例えば岩だったら岩の写真を貼り付けて、そういう岩らしさを出しています。で、このゲーム、夢見館の物語、セガの、メガ CD 版ですね、はい、の、ゲームです、いっぱいいっぱいで動いてんな。そうなんですね、最初メガ CD 版出たんだよね、言われてみればね、それで結構好評だったんだ。でもこの頃メガ CD でこれできるって結構すごいことだったよね。すごいですよね、これは昔なんですか。昔ですね、メガ CD 版で、これが評判でできたのが、次のがこれが新設夢見館、これはセガサターン版ですね。動きがなんか早いし細かいし、細かいですよね、蝶々からして違うもんなこれ、比べたら余計に分かりますね、ね、ただのなんか積み木遊びみたいのじゃなくて細かいとこ出てるも本当の家具が中にあるみたいだもんね。あ、ここ怖いんだよ、あなたは、うわー、これちょっと待って、夢に出てくる、でいろんなポリゴンゲームが、出ましたけども、ちょっと変わったですね、まあ、麻雀なんですけども、ゲーム性はほとんど関係ないですよね、麻雀だから関係ない、パイさえ映ってる本来いいんですよ、そうなんですね、ゲームっていうよりもこれ絵を楽しむって感じですよね。そうですね、ゲーム性は一切関係なくて、結局そのシチュエーションが、楽しいっていうのを、でさらに言うと、プレイステーションが出たばっかりの時にこの今のマージャンのゲーム出たんですよ、ね、だからプレイステーションはこんなことできるんだぞっていうのも結構見せたかったりしたと思うんですけどね。ポリゴンの野球とかこの前見ましたよね。そうはいはいはい、ポリゴンっていうのは一体細かく言うとどういうものになるのかというのですね、サリナにも分かるポリゴンコーダということをちょっと見ていきましょう。伊集院さん、ポリゴンって一体何ですか、教えてください。わかりまっちぇん。わかんないときには作ってる人に聞けばいいっちゅうことで、早速聞きに行きましょう。高橋くん、あっそぼうまいっすよ、それあのね、遊びに来た理由はね、
あの最近ポリゴンゲームっていっぱい出てるじゃないですか、はい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 、でみんなポリゴンポリゴンって言うじゃないですか、ポリゴンってなんだかわからないから、詳しそうな高橋くんに聞いてきたんだけど、ポリゴンうちのビヨビヨでも使ってますけどね。あ、そう、じゃあ話が早いや、もう教えてくれるまで帰らない。いやいやいや、そこに座られちゃうとあのみんな通れなくなっちゃうんで。いや、教えてくれるまでどうかない。そもそもポリゴンってどういう意味か分かります？ポリゴンですか、ポリバケツでガーン。何言ってんですか、そうじゃないですって。ありがとうございます。いやいや、全然分かんないんですよ、実のところ。いやね、ポリゴンっていうのはもともと多面体とか、まあ、多角体、まあ、そういったあの立体のものを意味するんですけども、でもそれじゃあ分かんないですよね。はい、分かりません。それじゃあですね、ゲームで実際に具体的に説明させていただきますんで、よく聞いていただければと思います。あのこの画面なんですけどね、これが実際にポリゴンで作ってる画面なんですけども、こうやって今画面を切り替えてますよね。で実際に奥行き感度が表示させてるんですけども、これっていうのはあの今までのゲームっていうのは 2D でしたよね。で1枚の絵だったんで、こういう動きっていうのは絶対に不可能だったんですよ。なるほどね。でこれっていうのは要はあのプラモデルをそれぞれの空間の中に一つ一つポリゴンで置いてあるという、まあ、本物のものがあって、でそれを写真に撮ったのが、まあ、2D のゲームですよね、で今度はじゃあそれを形にしちゃおうと、空間の中で形にしちゃおうっていうのはポリゴンの考え方ですかね。理屈は分かりました。じゃあ実際にこういうソフトはどういう風に作ってるのか、こういう絵はどういう風に作ってるのかっていうのが見たいんですけど、それはちょっと開発はマル秘っていうことになってるんで、開発してるとこはどこでも見せてくれないんですよね。俺あそこやってんだと思うんだよな、ほらあれでしょ。いやいやいや、そんな何をやってるんですか。あれ多分もうちょっと分かりやすく説明しますから。本当？本当？これはもう出来上がりの画面ですね。そうですね。でまあこういうふうに動かすと、まあ、この辺の起伏が分かってもらえると思うんですけどね。これが実は元々のものなんですけどね。これワイヤーフレームという形で表現してるんですけれども、この辺のところなんか分かりやすいと思うんですけどね。あ、これは要するに骨組みですね。そうですね。まあ元々あのポリゴンっていろんなパーツの組み合わせで立体感を表現してるんですけども、骨組みの部分はこういう形で表現されているというの。じゃあスタジオのサリナにも分かるように喋ると、これは例えば紙粘土でお庭を作るときに、そうです、一番最初に針金でこんな起伏を作ろうって、もう設計図の段階ですね、これが。ほう、これが第二段階ですかね。これはあの先ほどのワイヤーフレームから、まあ、フラットシェーディングという形で表現したものですね。何にも貼ってない、まあ、テクスチャーというものを貼るといろんな山とかの絵がつくんですけども、それがない状態でフラットシェーディングという処理をしているんですよ。いや、これはサリナに分かるように言うと、さっき針金で作った骨組みの上に、そうですね、紙粘土で言うと一回新聞紙で立体を作ったような、それです、それです、状況ですね。これが次の段階に進みました、絵なんですけどね。先ほどの部分ではカクカクしてるものがはっきりは出ちゃってたと思うんですけれども、これでは、まあ、等高線みたいなシステムになってるというか、なだらかに表現したというか、グーローシェーディングという処理なんですけども、グーローシェーディングです。グーローシェーディング、ええ、いやこれサリナにでも分かるように説明すると、まあ、さっきの上に、まあ、あのなだらかに紙粘土を貼っていって、要するにカクカクしてたのをなるべくこう、そうですね、なだらかにしていく、なだらかにしていただいたと。じゃあこれで言うと今ほぼ、白い紙粘土でお山とかの起伏が作り終わったかなっていうぐらいですね。そうですね、でもまだまだこれだとゲームっていう形にはねならないですね。ならないですよね、ここどこなのって感じじゃないですか。わかんないです。じゃあさらに、さらにこれですね。お、だいぶ良くなってきましたね。ほとんど完成じゃないですか。今なんていう作業をやったんですか。これはですね、テクスチャーを貼ったんですよ。テクスチャーを貼る、これはですね、まあ、実際に山の部分だったら山の絵をそれぞれのポリゴンの上に一枚一枚貼ってったという状態ですね。ほう、サリナにでも分かるように説明すると、要するに色を塗った状況なんですね。そうですね。
ただし、ええ、まあこれフラットシェーディングっていう処理になってるんで、うん、カクカクしてるのはまだ若干残ってて、やっぱりゲームだともう少し綺麗にしたいですよね。これは何だろう、何かあるんじゃないかってみんな勘ぐっちゃいますよ ね、 ここを調べたら何かあるんじゃないかっていう。はい、これが綺麗になった状態ですね。なくなった。綺麗になだらかにしてみましたという感じですかね。この人間とかももしかしてポリゴン？これはですね、うん、ポリゴンにテクスチャーを貼ってるんですよ。それの作り方なんかもちょっとお見せするんですか？当然でございます。見まーす。参っちゃったな。さらに形は細かく複雑にはなりますが、キャラクターの作り方も基本は地形と同じです。まず針金で骨組みを作り、その材質、光の方向、光沢等を決めて、このように一旦絵にして確認してみます。どんどんキャラクターの顔の部分が出来上がっていきます。同じようにして体や腕、武器のパーツを作り、それを丹念に並べていきます。並び方のチェックが終わったらカメラワークを指定すると、このようにキャラクターのポリゴングラフィックが出来上がります。いやー、なんか今日はですね、すごいこといっぱい見せてもらいました。そうですか、ね、言ってもらえると僕も嬉しいですね。あのお礼と言っちゃなんなんですけれども、最近ポリゴンのゲームいっぱいできてるじゃないですか。そうですね。でやっぱり競争も激しいじゃないですか、はいはい、じゃあビオビオならではっていう、こうまだどこのテレビでも出したことがないような素晴らしい映像っていうのがあったら、見せてください。今作ってるんです、真っ最中なんですけど、もう最後ですからね、本当にこれが。あんでしょ、あんでしょ、あんでしょ。じゃあ魔法とかそういうのをお見せしましょうか。やっぱり魔法もポリゴンならではになってるんでしょ。もうポリゴンならではのポリゴングリグリの時間ですよ、はい、でそのポリゴングリグリは、今までその動いてる姿テレビに出たことないわけでしょ。ないですね。イエーイ、大スクープ。すごーい、ね、サリなりでも分かったタイトルを。分かりました、うん、あのサラマンダーっていうあの動いてる火の竜自体も、うん、細長いのを自分で作ってこういう風に周りを回して、それ自体もポリゴンになるのできているの。へー、すごいですね。我々ですね、驚いてため息ばかりついてますけれども、それでは続いてはファミ通からのお知らせです。はい、ファミ通の夏祭りゲームの殿堂まで残るとこ10日を切りました。あの日本武道館にセガ、ソニー、松下電器などなど、なんと52社ものメーカーやソフトハウスの新作ゲームが見られるんですよ。ということでですね、私たちゲーガタチームも28日には会場に行ってイベントに参加したいと思います。待ってます。巨大彗星が近づくとき、時空を超えて新たな戦いが始まる。スーパーファミコンロールプレイングゲーム、美少女戦士セーラームーン、アナザーストーリー。さて、今度はですね、ポリゴンを使ったスポーツゲームということで、これ今日紹介するゲームはすごいんですよね。すごいですよ。もうここまで来たかみたいな感じのですね、最新スポーツゲームをですね紹介したいと思います。これがね、今まで歴史を見てきましたけども、現段階でもすごいのに今度先に発売するもんですもんね。そうです。まだまだ、じゃあ秋発売予定とかですか。そうですね、はい、どれだけ進化してきてるのか、早速見てもらいましょう。まずプロレスゲームですね、新日本プロレス闘魂烈伝、これプレイステーションですね。これ、ね、人間の動きがねかなりすごいんですよ。うわ、なんか呼吸してるもん、こいつら、これはプロレスファンにもゲームファンにも待ち望まれてますよね。そうなんですね。で、あの技の種類が結構多くてですね、うん、こういうような、すごい、今までできなかったような技も。おお、下に落とす。ポリゴンって昔はね、ロボットみたいものを作るのに適してたんだけど、腰振ってる、腰振ってる、そう、これくねくね腰振らすなんて夢のような話でしたよね、うん、滑るように動いて腰振らせないんですけど、すごいよ、これ欲しい。これ面白いですよ。すごい。プレイステーション。ね、プレイステーション。待ち遠しいわ。お、飛ぶ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 。うわ。
次がですね、ボクサーズロードというですね、ボクシングのゲームなんですけども、ただのこれアクションゲームじゃないんですよ。要は自分がトレーナーになって、そのボクサーをですね、どん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 鍛えていくというですね、トレーニングを育成ですね、育成ですね、育成シミュレーションです、ね、やっぱり動きが人間っぽくなってるな。あ、おかずご飯もポリゴンだ、すごい、オムレツがポリゴンだよ、オムレツがサラダもポリゴンだ。あ、これが違う、メニュー画面だ、ね、これトレーニングを選ぶんですね。メニュー画面からこういう、すごい、本当のボクシング中継みたい、すごい。であのカクカクしたのからは想像つかないよね。そうですね、はあ、次がですね、テニスですね、 V テニス、これもプレイステーションですね。プレイステーションは特にこのポリゴンをこう表示する能力ですごい高いじゃないですか。そうですね、だって今あんたなんか人間がほんまに、ね、すごいわ。で、あの先ほども言いましたが、あのポリゴンっていうのは、まあ、視点を自由に切り替えられるっていうのが利点なんですよ。でこれ10種類の視点で遊べるんですよ、うん、へー、好きな1カメさん、2カメさん、3カメさん、好きなところから見られるんですね。そうですね、10カメまで、10カメ使ってる番組なんかないですよ、なかなか。いいな、そんな番組ちょっとないですね。なんでバラエティで10カメなんか、すごい。またこれね、1人動かすだけでも大変なことなのに4人動いてるもんだもん。そうですよね、これあの洋服ですね、ウェアの色とかも変えられるんですけど、うわ、いいな、サービス待ってる、あの腰の動き滑らか、すごいすごい、やったっていうのとか。次ですね、これキングオブボーリングっていうプレイステーションのボーリングのゲームです。ボーリングゲームって結構面白いんだよな、たまに出るの、ボーリング、あ、それ北里さんって今これはですね、ゴルフゲームみたいな感じで、あのこうやって強さとかを選んでこうやってボールを投げるという操作方法ですね。ストライクだ。あ、これピンももちろんポリゴンだし、レーンも、そうです、ボールも、ボールもポリゴンなんだ。鈴木紗理奈さん、鈴木紗理奈さん、なんかパワフルプロ野球の彼みたいな、ターキー、ターキー、へー。普通のボーリングの他にもなんかゴルフ方式のボーリングとか、あとビンゴ方式の変わったボーリングなどがですね、楽しめます。今日はね、一応ね、テレビを見てる人がそんなにレベル低い人少ないと思わないんだけれども、一応紗理奈のレベルでも分かるように。違います、私のレベルじゃなくて今見てる小学生のレベルだよ。よかったね、竹尾くん、みずるくん、竹尾くん、だからそのレベルがイコール紗理奈のレベルだからね。紗理奈どうですか、今日はポリゴン理解できました？すごいよく分かりました、本当によく分かりました。今プレイステーションセガサターンを今見てもらってほーって言ってたわけじゃないですか。そしたら今度はあの 3DO が M2 アクセラレーターとかでまた速くなるでしょ。見ましたけど、すごいですね。すごいでしょ。でさらにはウルトラ64、64ビット出るでしょ、したらさらにポリゴンって細かく複雑にすごい動きするようになる。そうですね、もうほとんど実写に近、できるだけ近くなると思いますね。この後もね、いろんな技術が進歩していろんな機械があるんでですね、僕らを驚かすゲームを作ってほしいですね。で今日はちょっと驚きながら、また来週、バイバーイ。スーパーファミコンがテレビゲームのグラフィックに今新たな命を吹き込んだ。絵のぬくもりが新しい、大きな動きが楽しい、コンピュータグラフィックスドローイングが生み出したスーパーマリオの最新作、ヨッシーアイランド。今度のマリオは赤ちゃんだ。番組のエンディングテーマ、ルビルビスターの歌うサンデーの CD を50名の方にプレゼント。番組への要望、感想を書いて送ってね。待ってます。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。